当社は MUFG 三菱 UFJ フィナンシャルグループのネット証券ということになりますね。特徴としましては、自社でシステムを開発したりデータセンターも自分たちで運営しているってところが他社にはない大きな特徴だと思ってます。私がこの会社に来たら2年半前になるんですが、IT ベンチャーの割には今やってる仕組みをどう改善していくとか、あるいは新しいものを取り込んでいくっていうものに対するチャレンジ精神っていうんですかね、そういうのはね、意外とないなと。でこれをこう変えるために、いろんな取り組みを してきましたけど、その中で、テレワークの一つの、きっかけにしたいなと、いうことで、いろんな仕組みも導入し、いろんな施策も打ちましたが、あるいはいろんなツールも打ちましたが、テレワークもその一つで入れていたと、こんな経緯ですね。仮想 PBX サービスの基盤として KDDI クラウドプラットフォームサービスを利用しています。またクラウド基盤への接続としてワイドエリアバーチャルスイッチを利用した平域網接続を行っています。電話のアクセス回線には光ダイレクトを利用していますし、 iPhone には AU オフィスナンバーを利用して FMC 端末として内線外線ともに利用できるようにしています。その他付加サービスとして音声の通話録音サービスですとか、音声ガイダンス案内を利用しています。オンプレミスで利用していたシスコの PBX をリプレースするにあたりまして、管理をクラウドに移せないかということを考えました。その際に KDDI のサービスを利用すると、今まで利用していたシスコの PBX をそのままクラウドで管理ができるということが分かりました。クラウドを利用した構成を考えまして、いろいろなベンダーさんにお話を伺ったんですが、その中でも一番 KDDI さんが機能ですとかコストの面で勝っていましたので、 KDDI さんにお願いをしました。 iPhone が配られたことによって、自身の端末 PC と iPhone を使って自宅でも仕事がすることができます。自宅では集中して仕事ができるので、そういった面で iPhone はすごい大きいかなと思います。テザリングの機能とかも使って、やっぱりそのネット環境をどこでも落とせるということで非常に重宝しています。社員に iPhone を内線として配りますっていうところが、なんでっていう反応から始まって、最初は説明がなかなか分かってもらえなかったかなと思っています。ただそれが内線でもあって、アドレス帳も共有できたり、メッセージのやり取りのツールとして使えるんだなっていうことを理解していただいて、比較的スムーズに進んだかなというふうに考えています。これまで、電話がかかってきただけで業務が一時止まってしまうっていうことが起こっていました。今回、KDDI さんの PBX と連動した iPhone があることで、外からの電話も中からのコールも、スムーズにですね、やり取りできるようになったかというふうに考えています。電話したいときに電話ができますし、電話が出られないときにはメッセージでやり取りをするっていうことができて、業務が効率化されてきているのかなというふうに考えています。私自身もテレワークをやってよく分かりましたが、パソコンに朝からずっと向かっているんであれば、会社に来る必要って全然ないんですよね。はっきり言って家でやってくれっていう感じですよ。でそれができる環境を作りましたからね、KDDI さんにいろいろサービスを受けていただいて、iPhone とパソコンがあればテザリングもできますから、どこでもできますという環境は作ったので、むしろじゃあ会社に何のために出てくるのかというのは、まさに人とのコミュニケーションですよ、実会話で。これをやるためにこそ会社に来る価値があるということを私は改めて再認識をしましたね。でそれをね、やっぱりテレワークを通して皆さんに実感してもらって、会社に来た時というのはやっぱり面と向かって会話をする、電話をする、これが重要なんじゃないのということを再認識してほしいな、こういう思いですよね。私どものグループ三菱 UFJ フィナンシャルグループでは、自分銀行さんはじめ KDDI さんといろんなビジネスをさせていただいているんですが、当社の方でもいろいろとですね、au ウォレットを含めて提携させていただいてますので、ちょっと今後もですね、また新しい仕掛けというか新しいサービスを一緒に作っていきたいなというふうに思っております。